伸縮に対応できるようにこういう形で。で、今度何をしたいかというと、今度天板ですね。これが天板になります。天板の厚みは20ミリで、これと抜きがこういうふうに合わさる形になりますので、その天板と抜きを留め付けるためのビス穴を開けてやります。単純にこの合掛けしたものをもういきなり、天板にこうつけてしまってもいいんですけど、ですね、なんというんでしょう、ビスの頭がここに見えてると嫌なんですね。それとあと木工ではビスを、天板などと留め付けるときに、逃げを作ってやります。ちょっとその説明をしていきます。ではですね、天板が例えばこうあったとします。天板があります。で、まあ抜きがここにつく形になるんですけど、これが足ですね。で、抜きをここからビスで止めてやろうと思うんですけど、ビスがここ頭出ていたらこう手をかけた時に、当たったりして嫌なので、なのでちょっとこのビスをザボリといって、掘り込んでやりたいです。で、例えばこの材料に対してビスを入れてやりたいんですけど、これが幕板だとしたらビスが出てくるのが嫌なので、ここをこういうふうにザボリして、でビスを入れ込んでやります。というこの穴開けがまず一つ必要です。それともう一つ、もうちょっとその長持ちする、作り方をしてやれればいいかなという考えで、ここビスいきなり、本体の方にこの抜きを貫通するんじゃなくて、ここに遊びを持たせてやります。なぜかというと、天板っていうのは、伸び縮みをします。時期によって伸縮ですね、伸びたり縮んだりします。その時にこのビスごと引っ張ったり縮めたりっていう風に、動くんですね。その時にこういう形でそのまま天板と留め付けていると、この伸び縮みの時にこの幕板を、無理な力で最悪割れてしまったりだとか、そういう形で引っ張っていってしまいます。で、そういうことがないようにここに、何でしょう、遊びを作っておいてやると。だから実質ここの引っ張る力、ビスの引っ張る力と天板があって、ここはフリーなんですね。こことここで引っ張り合って留めついていると。で、この中の部分は逃げを作っておいてやるという形の、留め付け方をします。これが、椅子やテーブルの、まあ、基本のその天板との留め付けの方法ですね。はい、ではこれがこうなる形ですね。必ず積み付けをする穴の、開けるところの位置決めっていうのは、このほぞの下側、ほぞが下まで伸びているこっち側に積み付けをしてあげてください。で、以前ちょっと、この回でも喋ったように、センターファインダーなどもありますが、まあ、今回はちょっと簡単に定規でやってみましょう。はい、ほぞのこの胴付き部分から3センチは取っておいた方がいいです。はい、で、こちら側も3センチ。はい、で、ここに線を引っ張ってやるんですが、2本まとめて、よいしょ。2本まとめて、よいしょ。はい、これでビス穴の位置が大体出ました。はい、次に、1点だけだと、まあ、ちょっと心細いので、端っこからまた3センチ、端っこ、この中心の合掛きの部分から3センチ、中心の合掛きから3センチ。はい、で、これも2本まとめて墨付けをしてやります。はい、こんな形ですね。で、あとは中心を、まあ、そのセンターファインダーなどでも測っていいですし、大体でここですよと。この、幕板の、この抜きのですね、
中心抜きの厚みが2センチなのでちょうど1センチのところに墨付けをしていってやると。はい、ここが狙うところです。はい、こんな感じですね。はい、で穴を開ける場所っていうのが決まりました。はい、じゃあ墨付けができました。ではビスが、ここに入るという形で2段階で穴を開けていきます。一つはこのビスの頭が隠れる穴、もう一つはここの螺旋部分よりも広い穴、今これがだいたい螺旋部分が、4ミリですね。幅が4ミリありますんで、まあ、大体で言ったら、まあ、そこから1ミリ1ミリ大きい6ミリぐらいで開けといてあげたらいいと思います。あんまり大きいと今度頭がかかる部分が少なくなってしまうので、まあ、大体プラス2ミリとかそんな形でいいかなと思います。はい、それでは、まずはじめに、まあ、いろんな、順序があるとは思いますが、はじめに、まあ、僕らが持っているもので、まあ、ダボ切り、サラ取り切りですね。こういう形で市販の皿取り切りというのがあります。ここに中心を決める穴があって、でここがそのビスの穴を広げる、頭を、広げるものですね。こういうものがあります。これの径が大体で、9ミリですね。これでちょっと開けてやろうと思います。はい、他にもまあいろいろドリルはあると思うんで、皆さんお持ちのもので全然そのビスの頭よりも大きければ問題ないと思います。はい、ではこれをインパクトに装着しました。はい、はい、で、じゃあこれで何ミリ掘ったらいいかという話になるんですけど、単純にビスをビューッと留めつけていったら、だいたいもうここのあたりが天板に5ミリぐらい入るような形ですね。で今僕らは天板を20ミリで考えてます。20ミリの厚みですね。だから、まあ、これが20ミリ、ここから先20ミリ飛び出たらビスが、天板を飛び出てしまうという考え方になります。でできるだけ、まあ天板に深く入っていた方がいいんですけれども、まあ、それをギリギリすぎるとちょっとまあ怖いので、まあ、大体、10ミリから15ミリ入っているような形にしてやると。そうすると今ここがこれぐらいでだいたい15ミリ出ている形になりますね。そうするとここビスの頭はしっかりこの中に入ってます。これだけ入ってれば全然十分だと思います。はい、ということでほんの少しばかり、そうですね、今木産で、8ミリぐらい入れるような形にしてあげましょうか。はい、なので、ここの先端ですね、ここのまっすぐな部分が8ミリこの中に入っていればいいですよということで、印をつけてあげます。で、まあ、いろんな道具があるんですけども、僕らは、この先端から8ミリのところにマスキングテープを巻いて、まあ、それ以上いかないようにというような目印ですねをつけてやります。はい、じゃあマスキングテープ大体でこの辺かな。もうこれは貫通しなければいいので大体で構いません。はい、こんな形で今マスキングテープでこれ以上は掘りませんよという印がつきました。はい、ではこれでちょっと実際に開けてみようと思います。はい、じゃあ1本ずついきましょうかね。これで、はい、では中心を狙って、今だいたいマスキングの位置まで来ました。はい、そしたら抜きます。はい、見えますでしょうか。例えばこういう形で穴が開きますよと。今これまだ、なんというんでしょう、ここの螺旋部分の穴を開けてないので、ビスはちょっと入れてチェックできないんですけれども、同じようにどんどん進めていきますね。この時できるだけここが横から見ても縦から見てもまっすぐになっていた方がいいです。これがもしこうなってしまうとビスがここ巻く板、抜きの横から飛び出てしまいますので、
はい、ではいきます。はい、はい、まあ少しずつぐらいセンターずれても、まあ、そんなに見えるところではないのであまり気にせずどんどんいきましょう。はい、ではこういう形で8つの穴が開きました。じゃあこれに対して今度は、その螺旋部分の、ネジが切ってあるところの、大きい穴を開けていきます。先ほど4ミリだったので6ミリできますと言いました。ビットを6ミリの刃に変えます。はい、では6ミリの、ドリルビットに、変えました。はい、こういう形ですね。はい、それでは実際に穴を開けていこうと思います。今度は貫通しますんでテーブル、汚したくない方はまあ、ちょっと当て木、まあ、ちょっとできたら厚めのものがいいんですけれども、変わった方がいいですね。はい、ではじゃあここからやっていきましょうか。このまま先ほど、はい、こういう形で貫通しました。でちょっとビスを一回入れてみますね。よいしょ。はい、こういう形で15ミリぐらいですかね、出ているような形になってビスに遊びがあります。これが大事です。天板と留めついた時に、伸縮に対応できるようにこういう形でビスを入れてやるというような形になります。はい、では同じように貫通穴を開けていきます。はい、それでは接着に入っていきたいと思います。こういう形で、足がありますね。まずここにボンドを入れていきます。ニュルッとボンドを入れて、で、ボンドの、何でしょう、入れる具合なんですけど、ボンドは必要以上に入れるとその保存が入る邪魔をして入らなかったりします。なので、本当に表面に、まんべんなく濡れて、濡れてないところがない、そういう形になっていれば大丈夫です。で、まあ、ボンドを入れたらこういうふうに塗って広げてあげます。こういう形ですね。まんべんなくつけてあげて、はい、でこれでメス側が1個完成ですね。はい、次は同じように今度オス側にもボンドを塗ってあげます。ここと表裏、歯ブラシで、まあ、僕らは塗ることが多いですけど、今回はまあこういう形で、道具を使ってやってます。で、この胴付きにしっかりここの部分ですね、接合部分には必ず全部塗ります。ただしここの先っぽだけには塗らないようにしてください。なんでかというと、今こうボンドをここに塗ってしまうと、ここからボンドの水分を吸ってほぞが膨らんでしまいます。そうすると今仮組みで入ってたものが、今度いざ、入れようとしたら入らなかったり、そういうことが出てくるので、今ここのメス側にあるボンドとここの、今何もなってないところが今初めて組み合わさった時点で膨らんでほしいという形になります。だからここにはボンドは塗りません。はい、ではこれで、入れていきましょうね。向きに注意してくださいね。こういう風な向きにはなりません。はい、ではこれで叩いていきます。ちょっとこのほぞ少し若干緩いかもしれません。はい、こういう形で、金槌の重みだけで入っていくような形が一番いいボン、ほぞの締まり具合ですね。はい、で、今この状態で反対側もやってあげましょう。このまま金槌の重みだけで入っていくぐらい、はい、これでぴったりつきましたね。で、そうするとボンドがこういう形でうにゅんと出てきます。これを拭き取ってあげましょう。拭き取るときはざっと、こういう形で先にはみ出たボンドをある程度取っておいてあげてから、でこの時点でほぞがもしきつかったらそんなに無理に入れなくてもいいです。後でクランプで締めますので。はい、今こういう形で入りましたね。はい、これを今度クランプで留めていきます。は
では、ここでちょっとクランプのコツなんですけれども、こう止めるのがいいか、もしくはこう止めるのがいいか、はい、いろんな考え方があるんですけれども、この場合の正解はこちらですね。この状態で止めてあるのが、一番いいかと思います。なんでかというと、クランプっていうのはこれ挟んで締めれば締めるほどこっちが締まっていくんですけど、もうここで耐えきれなくなったらどん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  こっちの後ろの方が縮んでいきます。そうするとこれがこう開いてくるわけですね。でこれが開いてもこっちの方でまた締めてやったらこういう形で調整がいくらでもできます。なんですけど、この状態でこっちから締めてやったらもうこれ以上クランプが締まりませんとなったらこれがこう反ってきます。そうするとこの足自体がこう湾曲した形で留めついてしまうと。そうするとこっちの部分はくっついているけれども反対側の方は引っ張られてくっついていないとか、そういうことが出てきます。なのでこの場合はこういう形で留めてやるのが一番いいですね。でその時にもこう斜めに留めてしまうと歪んだ形になってしまいます。ですのでまずはクランプのこの厚みの幅の中心に持ってくる、こういう形ですね。今この幅の中心にこの足の中心が来てますよと、まあ、言ったらこの軸と、この軸がだいたい同じぐらいになっていると。でかつクランプのこの、軸とこの止めたい部分っていうのが必ず平行になるようにしてあります。はい、でそれでじゃあ締めていきましょう。はい、先ほど拭き取ったボンドですが、またこうやって締めるとグニュグニュグニュと出てきます。はい、これを今度また拭き取ってやりましょう。はい、僕らは歯ブラシを使います。歯ブラシで、ボンドを水分でふやかして、はい、それを雑巾で吸収してやるというような形ですね。でボンドを必ず全部きれいに拭き取ってください。なんでかというと、このあと、塗装ですね、オイル塗装などする場合にこのボンドが残っているとそこだけあのビニールが貼られたみたいに、あのもちろん塗料が乗りませんので、そうすると、仕上がりがすごい汚くなります。はい、じゃあこれで一応拭き取りは完了です。ただし今この状態で必ず直角を見てください。まずこのスコヤ、まあ、差し金でもいいんですけど、まずピタッとつけます。でそのままこうやっていくと、今こちらがこれだけの隙間が空いてます。ということは直角ではないんですね。はい、じゃあ反対側ではどうでしょう。反対側はこちらの手前側が空いてます。今ちょっと見づらいかもしれませんが、こういう形で手前側に隙間があります。でこちら側が上にあるということは、こう平行四辺形になっているということですね。はい、ではじゃあこの平行四辺形をどうやって直すかという方法を次に説明します。こういうふうに軸が曲がっているんであれば、なのでこの場合だったら今クランプ、先ほど私平行にと言ったんですけれども、今、平行じゃなく変えました。こっちがこういうふうに斜めになっているので、ギュッとこういうふうに引っ張ってやりたいという形でちょっと止めてみます。はい、じゃあこれでちょっと極端なやり方でちょっと閉じてみます。じゃあこれでちょっと直角を見てみましょう、もう一回。はい、今ここ平行ではなく若干ここがこういう形で狭くて、こっちが広いですね。はい、これで見てみるとさっきよりは少し直りましたね。こういう形で少しずつ調整しながら、だからもっと斜めにしてやりましょうか今度は。はい、どうでしょう。はい、今度は直角がピタリときましたね。はい、わかりますでしょうか。はい、動きません。
これで直角が来ているということです。はい、こちら側も、はい、先ほど隙間が大きかったのが今度は、まあ、微妙なちょっと誤差はありますけどしっかりここがつくようになりました。はい、こういう形で直角を確認しながらやってあります。でそうやって、直角を調整するとまたさっきはついてなかったボンドがうにゅっと出てきますのでそれをしっかり拭き取ってください。そのクランプのかけ方っていうのはちょっとまた、別の動画で紹介したいと思います。